これぐらいはね、食べると思います。育ち盛りなので。はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。今日はですね、黒コオロギをペットショップでね、購入してまいりました。これ70匹ぐらいたくさんねいますんで、我が家のハムスターネズミたちのね、貴重なタンパク源として、で特に今20日ネズミちゃんマウスとお迎え動画でね紹介したスキニーマウス、スキニーマウスはちょっとね体が弱くて亡くなった子もいるんですけど、そのことそのスキニーマウス2匹と普通のファンシーマウス、3色のネズミちゃんのケージの方はですね、どうやら新たにね赤ちゃんが生まれたようなんですよね。子育てのためもありますし、しっかりと、まあ、子育てするための栄養をねつけてもらおうと思ってね、これから食べてもらいたいと思います。はい、それではね、これがちょっと今赤ちゃんがね見えました。そこそこ大きくなってますね。まだピンクではあるんですけど、はい、この子たちに、まあ、ね多分コオロギを投入したらお部屋からね出てくると思うんで、さあどうだ、気づいたかな。ピンクのスキニーマウスちゃんがそろそろ気づく頃かな。何匹か投入してあげよう。ここにはね今赤ちゃんは何匹いるかまだね見れてないんですけれども、親マウスの5匹と、真っ黒の子がね珍しく生まれたので、その子はねこっちで暮らしてます。お、ピンクちゃんが早速コオロギを捕獲しにかかってますね。さあ他のお父さんマウスが、お父さんマウス、お、いた、お父さん捕まえましたね。ちょっとね前面がガラス張り、前の面だけねガラス張りのケージを、まあ、作って、ね、ちょっとね見やすい、撮影しやすいケージもね作りたいですね今年は。あら、コオロギを食べない、殺すだけ殺して食べないのがちょっと気になりますね。なんでだろう、気に入らなかったのかな。うん、食べてる食べてる。そしてこちらが黒い、ね、以前赤ちゃんだった子と、あと奥に見えるのが、ね、まだ毛が生えてない赤ちゃんネズミですね。はい、お次はね、あの動画をたくさん出した赤ちゃんたちのケージなんですけれども、これね、回し車の下にすっごい集まってますけど、かなりの匹数がいます。かなりっていうほどでもないかもしれないですけどね。こっちがめちゃくちゃいたな。多いでしょう。こんだけね、下に隠れてました。よいしょ。ただね、コオロギが投入されたら、まあ、興味を持って出てくるんじゃないのかなと思います。これぐらいはね食べると思います。育ち盛りなので。さあどうだ、みんな、ね、最近普通のねフードばっかりだったから、こういうの新鮮な、ね、動物性タンパク摂取 してね、さらにね立派なマウスになってほしいですね。
で何匹か未熟児で未熟児っぽくて元気なかったんですけど、個別にしっかりと餌をあげてなんとかね、あんまり大きくは ならなかったんですけど育ってますね。順調に大きく大人に、ちっちゃな大人のマウスになりそうですね。あ、コオロギ自ら、みんなねマウスが集まってるところに集合しましたね。さあちょっとね、今回の動画はマウスオンリーにしようかな。ちょっとねショック受ける方が多いかもしれないですね。このね多頭飼育で可愛いって言っても、まあマウスは苦手な方がいらっしゃると思うんで、次にねハムちゃんの動画を出します。足車の上にいたらちょっと分かりづらいんですね。気づかない子が多いんで降りてもらいましょう。はい、さあみんな食べてるけど寝てる子も多いですね。はい、すごいすごいすごい食ってる子がいる。多分ね匹数よりもコオロギの匹数の方が多いから喧嘩にはならないと思うんですけどね。よいしょ、ちょっとやっぱこれはひっくり返してあげよう。そしてもうめちゃ食ってる。いい食べっぷりですね、みんな。おお、回ってる回ってる、目が回るよ。はい、ということでね、今回はハツカネズミちゃんたちにコオロギね生き餌を与えました。ところどころね食べさしが置いてあるけど、これはまあね後々お腹が空いた子がついばんでね食べると思います。このポーズが謎なんですよね。コオロギの何なんだろう、威嚇してんのかな。足がちょっとトゲトゲしてるのがね、怖がる子はいるかもしれないけど、まあでもそのうち食べてくれると思います。でアフリカチビネズミちゃんとかはちょっとね、噛みつかれたら危ないんでね、このサイズだとね。だからまあちょっとね安全な方法で与えたいと思います。それでは次はあれだな、ハムちゃんとアフリカチビネズミちゃんたちに与える動画を出します。はい、他の魚種類のチャンネルもありますんでね、よければ概要欄からチェックしてみてください。あとはねこの同じチャンネルですけど、アフリカチビネズミハムスターも気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ちょっと待って。ああ、ちょっと。